スカープリンパンはクリームとチョコがありますが、どっちが好きですか？チョコです。ああ。全部カットして貼っていって、それから色を塗っていくっていう順番になりますね。で、塗るのも塗り分けであったりとか、もう一色にしたりとか、これ塗り分けしてあるでしょ、ほら、うんうん、これしかも綺麗に塗り分けしてあるじゃないですか。綺麗に。これはこれ以外のものですね。自分でマスキングテープを貼るんですよ、うん、で工夫してやっていかないといけないと。で、例えばすごい凝ったデザインあるじゃないですか、うん、例えばこれとかめっちゃ凝ってるでしょ、うん、これどれだけ手間かかるか分かります？分かりません。結局こういうマスキングを自分で作ったりしないといけないんですよ。そう、まあこれはね、向き不向きがあって、これを楽しめるかどうかは人によりますね。あ、うん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 、ということで、色とかどんな風にするか決めていかないと進まないので。色は緑です。お、決まりましたね。おめでとうございます。あの、一番小ロットのゆるラジトートバッグが、桜井さんが緑が好きって言ったものですから、もう売り切れそうです。もうなくなります。はい、まず、まあ、いきなり塗り分けも難しいから、まず塗ってみて、うんうん、まあ、なんかほら、桜井さん絵得意だから絵を描くっていうのもありなんですよ。そういうやり方もあるし、うん、まあ、絵描くの大変だったら、まあ、よくあるのが、描いた絵をプリンターで印刷するんですね、うん、でその印刷したやつをこう貼り付けるっていう方法もありますね。そっちにしましょう。私一発書きが苦手です。そうですね、ソフトでしたね。そっちにしましょう、うん、じゃあそんな感じでいよいよボディ作り進めていきますか。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。で、じゃあまずね、とりあえずね、やることがあるんですけど、はい、ほら、これ例えば形ちょっと見せてください。これとほら、タイヤのとことか下とか、これちょっと車の形と違うでしょ、うん、これはなんかしないと車にならないですね。切り落とす。そうです、切り落とさないといけないんですよ。ハサミは嫌いです。で、これ切る方法って大別すると2通り、うん、一つはハサミで切る、うん、ハサミ、曲線バサミと呼ばれる、うん、ちょっと曲線じゃなくて、うん、そう、変わってるでしょ。 なんで曲がってるんだろうです。そうこれはボディのカットとかに使う、うん、曲線バサミっていう、まあ、ラジコンやってる人は必ずまず持ってるようなものですね。なんで曲がってる、こういう曲線をこう切るときに便利なんですね。うん、もしくはデザインナイフ、あのプレゼントした白いのあります？ディッディリー、いつぞやろ。そう、うん、これをスーッと線入れするように入れるんですね、うんうんうん、そうするとね、要はポリカっていう素材は一回筋入れてないとパキッと簡単に外れるんで、ちょっと一回ね、僕ね、実演しましょう。なんと見ててください。見ましょう。はい、よくやるんですけど、まず覚えておいてほしいのは、これ表面にこう実は全部ね、薄皮が1枚あるんですよ。薄皮が1枚あって、まあ、ちょっとお見せしますけど、これじゃあちょっとこれ切ってみますね、はい、でボディをデザインナイフでカットするときには、はい、必ず新しい刃使ってください。古いやつは危ないです。うん、いきますよ。ちょっと試してこうやってますよ。シューッと線を入れます。入れましたね今ね。でこれ曲げるとパキッと、ほら、簡単に、ほら、そう、綺麗に取れちゃうんです。ちょっと今こっち入ってなかったんですけど、こんな風に綺麗に取れるんですね、うん、なので、例えばこういうとこもこうやってシューってやって取っていくっていうのは、さっきのハサミでやる人もいれば、デザインナイフで仕上げる人もいます。なるほど、うん、それはやってみてどっちが自分に合ってるかって。あ、うん、うんで、例えばこれどこでカットするか間違えやすいじゃないですか。透明だし見づらいから、うん、こういう時はですね、うん、マジックあるんですけど、これでね、書いちゃうんですよ。こうやってね、ピュー、あとでちょっと、はい、うん、こうやって書いてあげると見やすいでしょ、うんうん、で間違えにくくていいと思います。で、これ書いてもちょっとね、薄皮をお見せしましょう。薄皮クリーム、うん。スカープリンパンはクリームとチョコがありますが、どっちが好きですか？チョコです。ああ、意見が割れましたね。なんだ、クリームの方がうまいですね。いやー、チョコですよ。いや、クリームですわ。
ここに薄皮クリームパンがありますね。ここにこれねめくれるんですよ。ほらうん、これが全部に貼ってるの実は。 なので最初例えばデザイン決めるときとか、うん、マジックで変えちゃえばいいんですね。で全部塗料終わった後にペラッと剥がす。そうするとこういう透明な綺麗なのがキラキラっと出てくるんですね。なんと便利な。そうだから今ここにマジックで書いたのも問題はないんですね。うん、まあパーツクリーナーで消せば消えるんでやり直しは何台でも効きますけどね、うん、まずね手順としてはボディをカットしてしまって、うん、そしてこのマスキングテープをカットして貼り付けるっていうところまでを頑張ってください。頑張りましょう、はい、頑張ります頑張りましょう。はい、まあ、これはまた後で使いましょう。これは最後につけると、あ、なんだこれは、あ、これはね、これはね別パーツなんですけど、これもカットして、例えばね、これあるじゃないですか。これカットするでしょ。この裏からねペタッとこれ貼り付けるんですよ。例えばこれをここ透明にしとくじゃないですか。残すでしょ。でこれに例えば銀色とか塗るじゃないですか。そうすると金色のライトが中から見えるんですね。実写っぽい。そう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 。表面がキラッとして中だけ銀色になってこうかっこよく。ああ、かっこいい。うん、はい。結構大変ですけどやりましょう。で電飾もつけるんだったら、うん、ここにちょっと穴開いてるでしょ。丸く書いてあるでしょ。これくり抜くんですよね。ここに LED を差し込むとピカッと光ります。かっこいい。かっこいいでしょ。はい。はい。じゃあそのためにはまずカットしないといけないので、はい、今からとりあえず30分ほど、はい、呼吸をせずに、はい、全集中で、全集中でやってみてください。はい、後でまた様子見に行きます。お願いします。はい。